はい、今回は強敵開口の特級呪霊のエクストリーム2を攻略していこうと思います。はい、パーティーはこんな感じですね。はい、また、詳細はクリア後に紹介します。遅れんじゃねえぞ。で、全然クリアできる気配なかったんですけど、育成してても。いくら？このね、呪術廻戦ぶっゼちゃけ。ロのイベントのおかげでクリアできました。はい。まあ、また後々説明しますけど、ウェーブ1は、仮面の呪霊2体は単体攻撃やってきます。で、単体攻撃プラス確率で術式ダウンか被ダメージダウンやってきます。で、手前の呪霊が単体攻撃で確率でスタンやってきます。で、こちらが単体攻撃する場合は、基本的に手前の呪霊から狙っていきます。右の呪霊ですね。で、1ターン目、トゲ先輩は、単体攻撃。手前の呪霊に。舐められで、るのはごめんだしシね。ミヤちゃんは、スキルで味方全体に4ダメージアップ付与。2ターン。かかってこで、いよ。雑魚戦で活躍するのがこのマキさんですね。さっきも言った、呪術廻戦ゼロのイベントで。属性相性もいいですし、呪力消費しないんで、毎回全体攻撃やってくれるんですよね。しかも、体術ダウン付与もやってくれるんで、OK。で、虎杖が、斬新を使います。自身に攻撃引き付け2回。プラス自身に被ダメージダウン付与。やって攻撃。虎杖は、呪力は温存しときます。オッケー、ス闇キにル混でぜる引きぜ。付けを使うよたそめ見にすんな。結構消費するんで。で、何気に雑魚勝戦てがるもうか。苦戦してたんで、しゃけ。本当に、呪術廻戦ゼロのイベントはありがたかったですね。はい。で、2ターン目、トゲ先輩は斬死で HP と呪力を回復して、ステゲで味方の被ダメージダウン付与2ターン&必殺ゲージ回復ですね。で、舐2めらターンれる目のはもご同めじんだくし仮ね。面の呪霊は単体攻撃。で、手前の呪霊が単体攻撃か術式ダウンをやっていきます。で、西宮ちゃんは、続いても、バフをかけかかって、てこいよ。牧先輩も全体攻撃。体が重で、て東堂が麻痺しちゃってますね。本当ならここで引き付けを使いたかったっす。虎杖は。スキなルるで。ほど、そういようこそと見すか。んな。はい。で、次は、3体とも必殺技やっていきますけど、かなりダメージ食らいます、これ。仮面の呪霊2体が全体必殺技。で、手前の呪霊が単体必殺技なんですけど、かなりダメージあるんで、防ぎ2回かけとかないと結構ダメージ、HP 削られちゃいますね。はい、トゲ先輩2回目の防げ。舐められるのはごめんなで、しね。西宮ちゃん手前の呪か霊。かってこいで、よ。まあ全体攻撃。行くか。で、まあ、普通に攻撃。虎杖は。防げ。よそ見すんな。はい。で、基本的に五条先生が途中から出てきますが、五条先生は、マキさんと連携必殺技を打つので、絶対。なので、まあ、使えるんですけど、今は使わないです。はい。で、まあ、虎杖は最悪打たなくていいですね、必殺技。はい。で、ベストは、初回、西宮ちゃんのバフを2発かけた上で、五条先生が、ボス戦行ってすぐ打つっていう必殺技を、マキ先輩と、がベストなんですけど、それいけるかなっ舐められてるいのはうごめんだ感しじね。の残り方だな、HP が。まあ、バフかけとくか、西宮ちゃん。さで、あとては敵のパターンは一ぶ緒っすちね。かましてやる。うん。ループするっていう感じですね。同じ行動を。いける。虎杖引きつけておこうか。オッケー、読めたわ。人を寝せろ。よそ見すんな。さて、軽くひねるか。構いい感じかも。もしかして。結構いい感じかもしんないですね。トゲ先輩準と、備できてるか。で、西宮ちゃんが全体必殺技なんですよね。さて、ぶで、っマキちか先ま輩せ。が、あー、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、いいか。大丈夫っす。はい。やっちゃっていいの？
で、西宮ちゃんのバフが2ターンなんで、五条先生が必殺技を打つターンプラス、その1ターン前からバフをかけていきたいんですよね。なのでタイミングは OK だけど、呪力が、あ、足りるか。あ、よかった。はい、ここですね。ボス戦。ボス戦は、ちょっとね、運営さんの優しさを感じますよ。まず、イノシシ2体が、1ターン目、2ターン目は、単体攻撃か全体攻撃なんですけど、全体攻撃してきたときに、スタンオフをしてきます。確率で。で、さらに、必殺技が単体必殺技なんですけど、五条先生がいるときに限り五条先生に飛んできます。はい。で、ボスなんですけど、毎ターン必殺技以外は単体攻撃2回やってくるんですけど、この単体攻撃もなぜか五条先生がいると五条先生に全部飛んでいきます。うん。なんですけど、ここで、敵のイノシシ君がスタン付与で、マキさんか西宮ちゃんやって来られるとかなりきついですね。はい。で、まあ一応防げていくか。防げやってで、必殺技ゲージ回復して、で、西宮ちゃんで、いや、まあ溜まるか。溜まるよね。西宮ちゃんでもう一回バフ。まず一回目のバフ。で、まあ、五条先生の必殺技で一掃できるので、ボスを狙っていきます。あれ、ボス狙ってたっけ？狙ってないじゃん。これ、カーソル合わせにくいんですよね。で、バフ。止まるよね、五条先生。あ、オッケー。よーし、頼む。イノシシの攻撃力がすべてにかかってる。おい。あはは。一番かかっちゃいけないやつにかかってる。スタンが。あー、これ、いけるかな。でも、ここで打たないと、五条先生は絶対に2回打てないんですよね。必殺技を。一応やってみます。本来なら、ここで西宮ちゃんがもう一回パフをかけて、プラス、斬死で、味方のヨダメージアップをかけて、最高の状態で、必殺技を打って、イノシシを一掃してボスをブレイクさせるっていう感じなんですけど、ちょっとやってみますね。で、マキさんはこの斬死、味方全体にヨダメージアップの斬死を使って必殺技、これも、呪術廻戦ゼロのイベントで手に入るやつですね。で、五条先生は、術式 60% アップ付与括弧2回の斬死を使って、上後のやつですね、必殺技。あ、でもこれアップしてるからいけるかな。いやー、西宮ちゃんがスタンなかったら完璧だったけどね、この流れ。あ、結構いいな。やっぱ斬死を 5% 変わるだけでだいぶ変わるね。結構いいと思う、これ。はい。で、トゲ先輩を防げ。で、西宮ちゃん攻撃。で、マキさん攻撃。で、あと4ターンだよね。だから一発攻撃できますね。一発攻撃できるんで、体術攻撃します。これを見ててご覧使っちゃうと、この斬死の術式アップ2回を消費しちゃうと思うので、多分、やったことないですけど。まあそういう表記なんで、一発攻撃して。ただ、あ、すいません、言い忘れました。このボスなんですけど、単体攻撃を毎ターン2回やってくるんですけど、必殺技の時まで。なぜかブレイク後は全体攻撃をやっちゃってくるので、マキさん大丈夫かな？ HP。っていうところがあるけど。まあ、防げ2回やっとけば大丈夫かな。で、まだかな？まだバフはいっか。で、ここから五条先生バフだよね。バフをかける。で、次のターンから西宮ちゃんがバフをかける。あ、ちょっ
そうだね。防ぎやって、バフをかける。で、攻撃、バフ。よし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 。ほら、撃ってくるんだよ。オーケー。防げにかえ強い。で、西宮ちゃんとトゲ先輩も必殺技打ちたくなっちゃうんですけど、それやっちゃうと、バフが最高にかけれないので、うん。西宮ちゃんのバフは2ターンなので、うん、五条先生が打つときと打つ前のターンで使いたいので、斬死ね、さっき言った。4ダメージアップ。斬死を使ってバフをかける。で、マキさんと五条先生で。必殺技。はい。で、確かブレイク後2回目の攻撃も全体攻撃とかやってきた気がします。こやつ。おっしゃ、いった。いや、斬死だけで、斬死の 5% だけでこんな変わるか。はい。なので、やっぱり、ジョーゴやった方がいいっすね、先に。ジョーゴのエクストリーム1を。だって、西宮、1回目の必殺技の時、西宮のバフかかってなかった、プラス斬死も使ってなかったんで、いやー、このイベントのおかげでね、もうちょっとしばらく無理だなって思ってたんですけど、特級呪霊のエクストリーム2と、ジョーゴのエクストリーム1、これのおかげでクリアできましたね。なので皆さんね、やった方がいいですよ。クリアできてない人。はい。で、さっきの、パーティー。はい。とは言っても結構育てましたけどね。はい。トゲ先輩、R のトゲ先輩、レベル70、グレード8、覚醒2。で、コマンドスキルが3923。はい。まあ、トゲ先輩は、これ10にした方がいいですね。うん。これ10にすると、安定して、メインで五条先生が、パーティーにいても、2回打てる可能性が高くなるので。はい。で、斬死が、HP と磁力を回復。で、オートスキルで、ヒダメージ10%ダウン付与。はい。で、西宮ちゃん。レベル61、グレード8、覚醒2。コマンドスキル3733。はい。で、斬死が、これフレンドポイントでも手に入るのでね。うん。しっかり、条件解放3割すると、ここが味方全体4ダメージ 15% アップになるので、何もないと、覚醒3までいかないと 10% とかだったかな。うん。で、このイベントのね、マキさんが強い。レベル65、グレード8、覚醒5。まあ、イベントちゃんとやってれば、普通に覚醒5まではいくので。はい。で、グレードちゃんと全部上げてますね。で、コマンドスキルが3154。うん、全体、まあ、ここクリアするのであれば、必殺技はそんなに上げなくてもいいと思いますけど、ここは上げといた方がいいですね。雑魚戦でかなり使えるので、全体攻撃は上げといた方がいいかなと思います。で、あんま育ててないって人は、並びをこうして、イタドリのとこを東堂にすると、マキさんがいい具合にやられてくれるんですよね。斬新はもちろんイタドリのつけてるやつですよ。引き付けの。マキさんがめちゃめちゃ強くなっちゃってて、全然雑魚でやられなかったんで、五条先生が全然登場できないっていうパターンがあったんですけど、っていうパーティーもいいかなと思いました。もう育てた後だったんで、あれだったんですけど。で、こちらの斬新もね、あんま強くないかなって思ったんですけど、強敵開口の特級呪霊とジョーゴの相性がめちゃめちゃいい。マジで。うん。レベル40、覚醒、上限解放5。これ、ログインだけでもらえるので。コマンドスキル、または必殺スキルに発生、味方全体に4ダメージ 10% アップ。一旦、最初 5% だったかな。で、これも強い。4ターン目開始時、かつバトル中一度のみ。
味方全体にブレークダメージ量 10% アップ付与。これまあ、特級呪霊の時には、あんまりかなって思ったんですけど、上古戦で、上古に領域展開をさせないで攻略するパーティーの時に、4ターン目って必殺技打つ時なんですよね、五条先生が。なので、ブレークダメージ量もアップしてて、ブレークできる可能性が高くなるので、これ完璧に、上古戦で使えよっていう、アピールのオートスキルですね。これは強い。で、虎杖はレベル62、グレード8覚醒2、コマンドスキル3433。っていう感じで、残滓が、強敵開口の京都校で手に入るやつですね。自身に攻撃引き付け2回と被ダメージダウン2回。で、オートスキルで、味方全体に被ダメージ9%ダウン付与2回。これも強いね。で、五条先生はがっつり育てて、レベル79、グレード8、覚醒0、スキルが4388。で、グレードもちろんマックスですね。で、残滓が、上古。まあ、五条先生はこれでいいっすね。残滓は。術式60%アップ付与、括弧2回。オートスキル、HP、自身の HP が50%以下の場合、バトル中1回のみ、自身に4ダメージ30%アップ付与、3回。これ結構、使えそうな気もしますよね。五条先生にも。領域展開されて、ダメージ、HP 減らされて、っていう感じで。っていう感じでした。いや、やっとクリアできました。で、あとは、上古のエクストリーム2だけですけど、それなりの相い手けだるからかな。まあ心情ないようにね。もっと育成しないと多分無理ですよね。はい、頑張ります。長くなりましたけど、ご視聴ありがとうございました。